はい、どうもこんばんは。おっさん時々少年のおっさんです。今日はいつも行く沢に罠を仕掛けようと思います。これで生き物が取れるのかちょっと楽しみです。一応ね、目視では魚、あとヤゴですかね、など結構いろんな生き物いたんですよね。魚も何種類かいたと思います。ヤゴはおそらくオニヤンマじゃないかなと思います。この中にナマズ用の餌ですね、コリドラス用の餌と、あとなんかスルメか何か入れて沢に仕掛けに行こうと思います。沢に向かっている最中に竹見たら、なんかほうきみたいなの、今まで気づかなかったです。竹の新しい芽になると思います。罠を設置するポイントに到着しました。あの岩が見えてるあたりに投げていこうと思います。餌はコリドラスの餌、あとスルメです。それでは準備します。結構人通りが多いので、人に見られてないかちょっと恥ずかしいですが、行きます。水が入りません。再度行きます。潜って潜って潜って、横になって、そう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 、あんな感じでペットボトル罠仕掛けてみました。それではまた後日回収しに来ます。後日って言っても多分明日の朝やと思います。こんな感じに岩に紐をくくりつけて流されないようにはしています。取れるかどうか分かりませんが、明日が楽しみです。画面中央に見える白いの、あれおそらくコサギの羽なんですよね。おそらくイタチ、アライグマ、その辺の動物に食べられちゃったんですかね。なんかむごいとかそういう風な感じではなく、おっさんはとても綺麗に感じます。でまた別の沢なんですけど、トゲの木です。枯れてないことを祈ります。こいつも枯れてないことを祈ります。一晩経って罠を回収しに来ました。とりあえず罠回収してみましょうかね。何か入ってるといいんですが、何も入っていません。ちょっと場所を変えますね。また場所を変えて後日回収しに来ようと思います。こういう風に滝みたいなのがあって、小さな滝みたいなのがあって流れてきて、流れの緩やかなところ、この辺なら取れるかもしれないので、ここにちょっと罠引いてみます。そもそもで言うとスルメイカで取れるのかどうかっていうのが疑問なんですけど、ちょっと気の済むまでやろうかなと思います。今回は 2,3 日空けてまた様子見しに来ます。流されないように罠をしっかりとまた固定してくくって、2,3 日後に見に来ます。今回は失敗に終わりました。失敗に終わりましたが、おっさんは諦めません。諦めることなく前向きに進んでいきます。朝日とともにごきげんよう。